今回は幸福になる方法というお話です。幸福になる方法。厄介が生じた時に幸福になるには、自分の不幸を絶対に他人に言わないことである。自分についての不平不満を言うことは、結局人に不快な思いをさせる。大事なことは、苦しみを語らなければ長くそれを考えていないということである。幸福にならねばならない。自分のことを愛してくれる人たちのためにできる最良のことは、自分が幸福になることである。幸福になることは他人に対する義務でもある。すなわち、人から愛されるのは幸福な人間ということである。幸福になるには困難が伴う。多くの出来事を乗り越えねばならず、負けることもある。しかし、幸福になろうと欲しなければ幸福にはなれない。困難を、さらなる困難を乗り越えることが幸福に至る聖道である。まず幸福であれ。思うに、幸福とは平和から生まれる果実ではない。幸福とは平和そのものなのだ。幸福論、アラン・チョ。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、コメント、いいねをいただきますと今後の励みになります。